5月19日に行われたアークシステムワークス公式全国大会アークレボリューションカップ覇者ライチスカイガリレオ、はい、拍手で迎えてください。はい、まずは、はい、アークレボの覇者ですね、ガリレオ。はい、じゃあそちら、まあ、立っててください。続いて、はい、対戦相手ですね、同じくアークレボリューションカップベスト4、アズラエル使い道具だ。はいはいはい、どうぞどうぞ。さあ本日の、ルールの説明なのですが、9本勝負を行います。9本ですよ、9試合。はい、そして、これは9試合行って何勝何敗になるかという形式です。というわけで、仮にどちらかが5連勝しても、9試合はやっていただきます。 9-0 の可能性もあります。頑張ってください。BGM は、オート固定、ステージはアーケード版のもののみ使用可能となっております。さあ試合前に、コメントをいただきましょう。まずはアークレボ覇者ガリレオさん、はい、一言。アークレボを制した OD をちょっと見てもらえばと思います。オーバードライブ最高でしたね。はい、かなりやり込み見えてました。はい、続いて、はい、ドグラ。コンボを見てほしいです。コンボ、いろんな技使わないで、いろんな技使わないで、俺ちょっと技名怪しいから なるべく少ない技で頼むわ。じゃあ、この2人にやっていただきたいと思います。さあそれでは座って軽くボタンチェックなどしてください。それではじゃあこちらで私たちは、はい、まずはボタンセッティング。あれですね、ドグラさんはアークレボベスト4で惜しくも敗れてしまったのですが、その時はガリレオさんにやられたわけではないですよね。というわけで、もしかしてドグラさんが勝っていれば決勝でガリレオさんに勝っていたかもしれない。まあ、しかし逆にそのままドグラさんが勝ち上がってもガリレオさんがそのまま打ち砕いていたかもしれない。さあこの組み合わせ、使用キャラはライチ、そしてアズライですね。ボタンチェック、はい、どうぞどうぞ。さあ 1P 側ライチ使っているのはガリレオ、 2P 側アズライルがドグラですね。さあまずはボタンチェックから、ボタンチェックですよ。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. ハルク、ハルク動かしてね。痛いわ。お姉さん、死んだな。お姉さん、お姉さんの、お姉さんの。さあこちらワンピー側ガリレオの操っているキャラ、ライチというキャラは、棒を設置したり飛ばしたりして、棒と本体の同時に動きかけたりするトリッキーなキャラですね。さあ対してドグラの操るアズライル、こちらは、まあ、このガチブチなのを見てくれれば分かると思うんですが、顔だけなんですね。相手に弱点をつけて、その特定のその後にその弱点に対して特定の技を当てると、相手のやられ方がとんでもないことになり、普段入らないコンボが入ってしまうというキャラですね。さあそれでは試合いってみましょう。1戦目、The Wheel of Fate is turning. Rebel One. さあ1試合目。よ、はい。さあまずガリレオ距離を取る。届かん。さあ派生を出して。さあ一旦距離を取る。さあドグラが前に出るか。さあしかし逃げるライチ。さあどう仕掛けていく。さあ足から前に出る。さあ一旦殴る。さあかかとバウンド。拾いきれない。つばめ返し距離を詰めて。ドグラが攻める。バリアと。つながって、さあこの距離、端から逃がさない、確かに、棒に飛んで、何を逃したか、リレオ、もう飛ばして、さあ、敵技をクローラーで切り返していく、なんか拾って、そしてめくっていく、さあ、クラッシュタイガーを混ぜて、ダメージを。アップさせていくガリレオ、走る攻め。さあこうなるとライチの展開か。さあ切り返しは読んでいる。
のところで、はい、うわ切り返していく、はい、鉄さあ巻いてるか、はい、ダンピーさあ軽くさあ近づいて、はい、さあ時間が少なくなってきたぞ、ドグラが前に出る、さあ捕まえたい、さあ中段はアウトに立って、画面中央棒で対空、はい、さあグレルを落としきれなかった、はい、拾って、いや落ち、体力差は若干ある、これは決まるでしょう、ガーリリアがまずは先制、続いてダウンロック2、さあ開幕ダッシュ一通構え、そしてゲナとかなり重要な新戦を見せたガリレオ、ゲナうまくタッチがこの後おそらガリレオはコンボを決めてカウンター、しゃがみくらい、これ美味しいぞ、画面足位置を入れ替えた、しのぎたいグラストリガー、崩れてしまう、橋の攻め、さあガリレオが前に出る、さあ位置が入れ替わった、さあ逆に橋を背負わしたのはドグラだったが中断になってしまう、さあ今の様子見は壁返しを警戒してのことでしょう、さがりよのいやらしい攻め、さあこれは白いな、カウンター、それじゃダメ、さあ弱点がついた、さあこの弱点に何か当たると小石がしゃがみへ対空、画面をよく見ている、さあこれはさすがにバースで切り返してくる、さあ受け身を取ってバックステポート橋ポート橋、さあジャンプビーしか寄らせない、Please select your character. Azrael. Lighty failing. さあ続いての試合、2試合目ですね。The wheel of fate is turning. Rebel one.さあ2試合目、開幕ガリレオが仕掛ける、さしボート橋、さあうまくめくってこれはでかい、カウンター、さあ早めにバート使う、カウンター、さあ弱点が消える前になんとかしたかったが、いいっすね、上から行く、引っ掛けた、これはでかいぞ、このコンボ、さあ右足が伸びる、さらにダブルアップも成功、上から行く、さあ同点を差し掛けて、カウンター踏んで、ドグラがまずは先制、おっと俺をかも、レベル2、さあ2試合目、第2ラウンド開幕前にカウンター、さあガリレオが仕掛ける、さあ棒が戻ってきているのでコンボトップを落として置き止め、さあグローダーに切り返す、ジャミ一死前にとつないでて後ろ2人一時を持つ、高くしてここは下ないぞ、誰がないの、カウンターとしているつまめ返し、さあガリレオが取り返す、さすが覇者といったところ、さあ一時一時のファイナルラウンド中断、この地がやり込んでいる、差し接近し相打ち、さあ棒がない間に冷たいが、後ろだ、そうはさせないガリレオ、いやらしい、弱点付近めくり、さあここはバースを使うのを得ない、巻いてる、惜しい、心地いい、上から行く、まね返し、惜しい、惜しい、中段ガードして、そしてガードしきる、グローラで切り返す、さあうまく落とした、ここでバーストをお互い使い切った形、3、4、
リエをまとって2-0。 Please select your character Azrael。 さあ続いて第3試合ですね。レベル1アクション。もっと上がいてみろと。戦うはずないだろ。戦えよ。戦えよ。グッタフ。さあうまくガードポイント取っていく。つなぎがパンペックすぎる。ハンター、よく見ている。飛ばして、さすがに当たらない。後ろに回って攻めたが、つばめ返し。さあ打ちどころが非常にうまいが出るよ。飛ばし落として、ダブラフ。さあ端からなかなか逃げれない。うまく上げていく。ガリエオが取って、まずは先生。さあジャンピング、ドロードライブ発動して、さあこれは先ほどソードドライブ、ガリエオ、さあ中段、さあ棒がうまく振りの状態をフォローしてくる。棒のパンチが非常に素晴らしい。落として、画面端、攻めが終わらない。落として、さあしゃがみが変わる。さあこれは終わりそうだぞ。怪しい国士、強すぎる。Please select your character。さあ現在3-0。The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. Rebel 1!
ドグラが取り返して現在6試合目4位
リード静かにレオもっと上がりにしてガードポイントあっいるわよいかにうますぎるさあガードやめてさあ電波を電波なしをうまくとがめていったよくよくいい攻撃だ今の対策拾ってこれは画面端に行ってしまうこれは開始これはヒヤとした今止まりたい通常だ弾が返ってきて決めてくるレボン2さあガリレオのグランド2マイダッシュからの一発勝負だ竹が遅すぎる痛め足これは寝返りしかなり減っているさあ前半うまくしかすさあ撃撃を使ったさあ切り立ちさあしかし橋は見えないと攻めが終わらないよく見ろよほらもっと上がりたいアドリブが非常に良いですよこんな状況からでも敵に外から落としてくるまさにかやり込みすぎまだ終わらない体力差がかなりあるなんとか捕まえたい7分しガリレオが取って5対1さあ続いて7戦目10th, the wheel of fate is turning. Rebel 1, action! もっと上がる小さいの腹が見えるもっと上がる腹が見えるもっと上がる腹がもっと上がる腹がもっと上がる腹がオーバードライブ早めに使ってくる最初に動きはガードが硬い崩れたり集団を爆戦させて逆にコンボを決める倒した落として裏シュランかぶせていくわ最初にガリレオしのいで最後はガードポイントで取られたのを確認して800ボロこれがこれの反応も素晴らしい空中投げガーデン端ここは減るさあ受け身さあどうする届かんぞガリチオ細かくダメージを取っていくだけだ上からいくゲージを使って崩しにいくドグラ先生レボン2アクションさあお互い寄せる走り A からヒットバックにしてるコンボギリがうまいさあうまくギリまでで弱点をつけるこれはでかいぞしかし拾いきれないさあ中央になんとかし逃げたいダッシュ完成をつけて前ジャンプで中央に逃げていったところはいチェックつけダウン苦手おまれむ読んでいるしかし王が襲いかかるアドリブがうますぎるガードすら決めんのと今の相手のゲージを見てガードセットを脱出してしまうので的確に切り返してきた上からいく先端蹴りが置いてあるドグラが取って5人 Please select your character Azrael Lighty Failing The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. こちらのレボン1ビジョン。
現在9試合です、あ、9試合ですね、全9試合、現在5試合不足しているガリレオ、そして1試合のドグラ、残りは2試合、さあ、ダウンと、ぶつかったが、うまく攻めを継続するガリレオ、クラッシャーが見てくる、前攻め、トロフィー、走るコンボ。後ろに逃げて中段で攻めてくるクローラー、上に回って、これはでかい、ステージを吐いて前から突き抜けない、カウンター、上から細かく行きたい、サシシハイクしたのはガリレオ、シノノス、さあこれはチャンスが来たか、さあしかし鏡からきっちり決めてくるガリレオが先制、レベル2アクション、いくぞ、押し押し、上ね、押し、あらかしゃがみ合い、そして着地したところにコンボを決めたのドグラ、さあいる、クータク、さあいる、めくりで触って攻めたいが、立ち火でガリレオ切り返す、さあグローラ、空中投げ、判断が早い、さあ足、おお、うまく使って攻めてくる、なんとも似た光景、前に行く、ドグラが前に出る、さあしかしうまく牽制を使って触らせない、さあ宮地引っ掛けて、ここでバースト、さあこのラウンドはドグラ取りたいぞ、空中投げ呼んでいる、こうなして人狼と、これは決まるでしょう、画量決定、 Please select your character Azrael Lychee Failing、新The Wheel of Fate is turning. さあ続いてこれが最後の試合ですね、9試合目、現在6勝のガリレオ、1勝のドグラ、画面端、しかし投げ、これは厳しい、この中段には暴れに切り返していく、弱点をつけて進路方向リバーサルで打っていく、4人が鋭い、相打ち、さあドグラ触れるか、しかし逆に触られてしまう、先制したのはガリレオ、レベル2引っ掛け、残念勝ち、さあこれはしっかり対策している、さあどうなる、切り返しのそば流し、ドグラも負けていないクローラー、引っ掛けて先に押し込んでいく、そて返し、これは後ろから行く、それじゃダメ、消えたわ、消えたわ、ここで押しそう、トランスキャッチフォロー中断、気合いを取ってくる、ゴミキュッゴミキュッ、守る、これはボールが返ってきて、もっと上がりすぎる、さすがにマサキグ、さあ決まるのか、ドグラ粘るか、我慢している、この苦しい状況でもドグラは落ちて我慢している、
さあリリオが時間を使って隙を伺っている。がリリオ決めてくる7人の勝利。さあ勝者はガリレオ、7対2おめでとうございます。じゃあそれでは、2人に一言ずつ。じゃあまずはガリレオさん、まあ、普段いつもアチョウでやってる相手なんで気軽にできたってもありますし、まあ人読みが通ったってもありますね。ありがとうございます。はい、続いてドグラさんに一言もらいましょう。誰でもできるコンボしかなかったので、お疲れ様でした。はい、それでは2人に盛大な拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあパスさん曲がりますか。じゃあパスさんとこちらへ。はい、じゃあここが多分カメラ映るのでここで、はい、じゃあマイクどうでした。いやー面白かったですね。どうも、あ、すいません、悪の森です、よろしくお願いします。なんでじゃあパキさん、いやーね、トロフィーがねトロフィーでちょっと流れあれはちょっとまたもう一回見たいなみたいな感じで、でも2人ともすごいハイレベルな試合を見せてくれてすごい、とても楽しかったんで、またなんか自分の方もいろいろなんかモチベーションが上がってすごい良かったです。じゃあなんかありますか、皆さんにファンの方に告知的なのとかもこれは伝えておきたいみたいな。12時、40分だったかな、12時50分からダークブースの前の電撃のところで僕とか杉田君とかあと柿原君が来てなんかトークイベントみたいなのをやるんで、はい、よろしければぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。あと、これすごく大事です。10月24日クロノファンタズマが発売されますで今アークブースの方の私有台の方だとDLC キャラクターのココノエの方がプレイアブルで使用できますので、はい、よろしかったら触ってみてください、よろしくお願いします。はい、あとですね、まあ、大体右に同じくなんですけどアークブース他にも月影学園、10月10日発売の月影学園や、窓くれない遊撃隊、清掃のアマゾネスの他ダウンロードタイトルなどいろんなゲーム使用できますので、ぜひ隣の隣なんでついでにお立ち寄りください。はい、お二人ありがとうございました。そろそろね、お別れの時間がやってきてしまいましたが、お楽しみいただけたでしょうか。どうですか。ありがとうございます。さあそれではですね、ブレイブルークロノファンタズマ PS3 で、10月24日発売です。ぜひぜひ予約してください。私も予約します。はい、それでは、そうですね、お二人本当にありがとうございました。そして選手の二人本当にありがとうございました。もう一度皆様大きな拍手で、はい、ありがとうございます。そうですね、この後も、使用できますのでぜひぜひそちらでもプレイしてください。本日はブレイブルイベントへお付き合いいただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。